皆さん、こんにちは。MBA ラウンジの川尻です。シリーズもでお送りしてます。MBA 出願受験、3年前から準備するべきことを6つということで、今回第5回目ですね。早いですね。第5回目ということで来ました。第5回目はですね、ビジネススクールの選び方というテーマでお届けをしたいと思います。まあ、もちろんね、えー、どこに行くかとういうことで選ばなきゃいけないとこういうことになるわけなんですけれども、 まず前提として、えー、考えてもらいたいのがですね、まずあの MBA のビジネススクールね、えー、こちらにアプローチする仕方としては、まあ、本当にね、こうビジネスの営業みたいなものとこういうふうな捉え方をしてもらうといいのかなというふうに思います。日本の大学受験みたいになんか一発勝負で成績がいい人があ合格するとか、 そういうわけではなくてですね、えー、やっぱりね、こう、ビジネスは営業みたいな形。何回かい顔合わせをして、そして自分のことをよく知ってもらう。自分も相手のことをよくし知ると。そこで、えー、契約っていうような形ですよね、基本的に。まあ、特に B2B、えー、ビジネスの場合は。それにね、非常に近いのかなというふうに思うわけですね。あのー、まず、 こちらでね、えー、また例によって、スライドでちょっと説明していければなというふうに思うんですけれども、だから、MBA 受験、出願をするにあたって、ビジネススクールとコンタクトをしながらあー、いろいろ調査をしていくというようなことがまず前提になってくるかなというふうに思うんですよね。で ここにね、えー、ちょっと例によって書いていくとあの、ビジネススクールのこの調査というところになってきます。やっぱりですね、あのフィット感っていうところが非常に重要ですね、えー。自分とどれだけ相性がいいのかということですね。ビジネススクールと自分。これをまずあの知るのを 調査の目的とする形かなと思いますね。調査の目的と。必ずしもね、えー、ランキングが高いとか、有名だからとか、そういうわけではなくて、えー、フィット感、相性ですね、自分との相性というところを、やはりね、えー、見ていくということになると思うんですよね。えーっとまあ、どういうことかというとですね、ビジ のビジネススクールの実行分析のね、えー、会でお,お話しした通り、やはりこう MBA のね、えー、ビジネスを選んでおくときは、MBA 後のゴールというのがありますよね。自分は将来どういう,うキャリアゴールを持って、何を達成したいのかというようなあところがあって、そのためにはどのようなスキルを身につけなければいけないのかというようなところが まあ当たり前ですけど、重要ですよね。そのランキングとか知名度よりは。だから MBA このゴールを達成するために、何が、何を習得する,する、習得する必要があるのかと、習得する必要があるのか、これをこう自問自答していて、言っていて、それを 習得できるビジネススクールなのかでそれ効率的にね効率的に習得できるのかというようなところを、まあ、見ていくというようなことになると思うんですよねでビジネススクール側もやはりねこういう MBA 語のゴールというところを各受験生に やっぱヒアリングしていきますよねエッセイとかインタビューを通じてその中で、あのー、各、ね、それぞれのゴールっていうのをこう聞いた上でこのゴールを達成させてあげるために、ね、自分たちが持っているツールは有効かっていうような形でビジネススクールも見ているわけですだからこうお互いにですね それぞれのこうゴールを達成するためにじ、あのーまあ、実現性というところ、ね、可能性というところ現実的なのかというところを受験生も見てるしビジネススクール側も見てるということが言えると思いますだからこうヒップフィット感っていうことですよね、えー、これ非常に重要というようなところになってきます まあ、例えばですけれども、ものすごく頭がいい優秀な人がいてですね、あのその人が将来、極端な話をすると、プロゴルファーになりたいと、ね、プロゴルファーになるために、えー、一生懸命ね、えー、ゴルフのスキルを上げたいと言ってにもかかわらず、あのビジネススクールにだから入学したいですとね。 まあ非常に極端な話ですけどそうすると他に行ってくださいとゴルフの学校に行ったらどうですかというふうにまあ言われちゃいますよね。これはね極端すぎてちょっとね話をしていてバカらしいというふうに思うかもしれないですけれども似たようなことはあの起きてるんですよね実際に。 これをやりたい、これをやりたい、だから MBA 行きたいと、いやいや、そこ MBA じゃないでしょうと、あのー、こっちのマスターのこっちのコースですよとかね、えー、他の,あの専門学校ですよというようなこともまあ実際ありますからね、あのビジネススクールの担当者、まあ、私もいろんな世界中の人と関わっていく中で、やっぱそういうふうに言、ねえー、う人いますからね。だから まあ、さっきはね、これは極端な話ですけども、要はそういうことです。まあ、それぐらいフィット感っていうところがまず重要なんですよと。それをね、えー、チェックするためにビジネススクールの調査をするんですよというところをね、まず押さえておいてもらいたいなというふうに思うわけですね。はい。で、そういったね、えー、大切なのはフィット感と。 というところになってきて、まあ、それをねこう、調査する上で重要になってくるというようなところ、まあ、特に MBA ラウンジの受講生さんとかは、うん、にはよく言ってること、ところになりますけれども、選ぶ基準としてはね、いろいろあります。まあ、もちろんランキングというのもあります。あのー、まあ、ランキング高い方が、やはりあのモチベーション高かったりだとか、 っていう人が集まってくるし、転職がしやすいというのもありますしね、あとは知名度、大学の知名度で商売するような職業っていうのもありますからね、まあ、誤解を恐れずに言うと、そういうのもあります。まあ、例えばですけど、経営コンサルタとか弁護士さんとか、やっぱりねお、肩書きっていうのは結構重要ですからねあの、だからそういったランキングっていうところもある。 それから国地域ですよね。っていうところもありますよね。国地域。例えばですけれども、IT とかスタートアップ、そういうところに興味あるのであれば、アメリカの西海,西海岸があいいというところもやっぱありますからね。やっぱ環境が非常に重要ですし、そういう環境、そういう都市、ね、えー、スタートアップとか。 あのアントレ志向の人が多い都市っていうところに行くと、やはり学校外のところでもね、いろいろ刺激を受けるところもあります。例えば、ね、学校と全く違う、うね、あの講義外のところで、ちょっと立ち寄ったカフェでお茶をしてたら、隣でなんか若者がスタートアップについて打ち合わせをしてて、でそこでちょっと話をして、何か。 電撃的な出会いなんていうことも十分あり得るわけでやっぱそういうね環境っていうのも重要だと思うんですよねだから国地域っていうところもあの自分が求めるところ求めるねゴールを達成する上でえ有利なところっていうのやっぱありますからというところねそういったところを見ていく必要があるかなと思いますあとは期間とかでもそうですよね期間 まあ12か月で終わ,れる終,われ終わることができるようなところ、18か月のところ、あと24か月、2年かかりますよというところ、まあ、他にもいろんなパターンがありますけど、こういう形でね、えー、まあ費用とかあ時間、自分の時間っていうところとの兼ね合いも見ながらですね、 まあここもちょっと費用、あと自分のね、費やすことができる時間というのも、やっぱあると思いますからね、えー、そういったところで選んでいくというようなあところになってくるかなと思います。まあ、あとはね、えー、いろいろ国際認証とかね、えー、っていうところも一つあると思います。MBA 国際認証機関というのがあってですね、AACSB、それから a MBA、アンバそして、えーまあ、ヨーロッパに多い、この E クイズっていう、この3つですかね。この3つが3大の MBA 国際認証機関、まあ、ビジネススクールの国際認証機関ということで、やはりここの認証を受けているところが品質も保証されてますよということがやっぱり分かるというところ。まあ、こういうようなところをですね、えー 調査する、まあ、ここら辺はですね、ここら辺のものは、まあ、要はこうネ,ットでネット検索で、えー、実際見ることができるかなというふうに思いますね。だからこういったところをまあ見ていくと、ネット検索,検索で調べていくというところがまずできるかなと思います。まあ、あとはね、えー、その他、調査方法っていうところで言うと、 やっぱりね、私がお勧めするのは MBA フェア。MBA のイベントというのが、今はいろいろありますからね。私が MBA 留学考えるときはなかったですけど、あの今こういうのありますから、あ例えば QS の、ね、MBA フェアだとか、あとアクセス MBA とかね、えー、そういうあの団体があるんですね。それぞれ両方ともヨーロッパですけど、まあ、こういうようなイベントとか、各スクール開催。 のイベントっていうのもありますし、それこそね、まあまあ、宣伝じゃないですけど、MBA ラウンジが、えー、開催しているイベントっていうところもあります。まあ、このような形でですね、 まあそれぞれ,の,これこの各種イベントでは実際、ビジネススクールの担当者と話ができると打ち合わせができるというようなところになりますからそういったところで実際に聞くというようなこともできると思いますね。 まあ、その際はね、結構こう、ウェブとかあネット検索ではあ知,り知ることができないことというところも聞くことはできますし、まあ、何よりもね、リレーションシップ作りというところに役に立つのかなというふうに思います。なので、まあ、こういうイベントに参加しながらあチェックをしていくというようなところですね。 まあ現時点では、まあ、ここら辺はね、各イベント、例えば QS のイベントとかは毎年4月、まあ、多少前後しますけど、4月、8月、11月ぐらいにあって、アクセス MBA っていうのは、この9月ぐらいにあったりしますね。はい。というような、で、各スクールイベントは、まあ、その時々によるかと思います c MBA 開催のイベントも、MBA ラウンジ開催のイベントも、 うんまあ、そうですね、その時々、まあ、夏に開催することが多いですけどね、私のところは。まあ、そういうような形で、えー、こういったものに参加して、実際にビジネススクールの担当者と話をするというところ、そこでリレーションシップ作りと情報交換ですよね、こういったものをしていくというような形で、実際にスクールの調査をしていくということですよね。 で、私が思いですね、こういったフェアとかイベントを積極的に開催しているところ、で、特にね、あの、日本人向けに開催しているところ、というのは、まあ、一つ、あの、ポイントかな、というふうに思うんですよね。まあ、ものすごい数ありますからね、あの、各ビジネススクール、世界中見ると、非常にね、こう、選ぶにもね、 難しいと選択肢がありすぎてで人としてはこうランキングである程度ね区切っていくっていうことはできると思います例えばトップう100の中から選ぼうとかトップ50の中から選ぶという区分けはまあ多少はしてもいいと思いますね M ランキングが全てが全てではないにしてもやっぱ多すぎるというところもありますからね、まあ、100ぐらいあれば各地域 基本的にはいろいろビジネススクール出てると思いますから100とかね200とかあいうところですよね。でその中でもこういったイベントで日本人向けに開催してるっていうところはやはりこう日本人のお留学生が欲しいということですよね。まあそれが一つ言えてやっぱりそういうところっていうのは日本人に対するサポートがやっぱりしっかりしてるっていう可能性が高いと思います。 まあ例えば、現地でのキャリアサポートだとか、あとは現地の学習のフォローとかっていうようなところ、日本人の,質あの留学生に慣れてるというところもあると思いますし、それぞれ前後で先輩後輩で、日本人のコミュニティがあるというところもあってですね、そうするといろいろ情報交換にも有利だったりするかなと思うんですよね。 なので、そういった形でね、日本人向けのイベントっていうところもまあ一ついいのかなというふうに思います。というところですよね。あとはもう一つ言えるのは、まあ、これ、これ次回、ちょっとね、時間もないので次回ですけども、こういった専門家に聞くというのも一つ手かなと思います。まあ、そういったところでいろいろね、えー 自分がこう思っているところからある程度こうヒントを得るというようなこともできるかなと思います。まあこれに関してはですね、えー、と最終回の第6回カウンセラー選びというところでちょっとお届けをしたいと思うんですけれども、まあ基本的なあのビジネススクールの調査というところで言うと、まとめ、まとめに入りますけどね、えーまあ、ネット検索。 まあこれは誰でもやっているところかなと思いますけどね、ネット検索、そして、えー、そういったフェアとかイベントに参加する、そして、えー、専門家に聞くというようなところこの、この3つが主になってくると思います。で、まず調査の目的っていうところ、ここをね、ぶれないようにしてもらいたいんですけれども、フィット感、自分との相性というところ、これが非常に重要。それを知るためには、MBA 語のゴール。 これをしっかりと定めておく必要があるとというここですよね、まあ、これがないと、うん、ビジネススクールと話をします、面談しますと言ってもね、何の話をしたいかよく分かんないし、これがね、語ることができないと逆に悪い印象を与えてしまうというような可能性も十分ありますから、まずゴールを明確にするというところですね。で、あのお互いあのフィットしてるねというようなスクールを見つけていくと。 こういうような作業になってくると思います。まあ、これに関しても、ね、あの受験の数か月前というようなことだと、やっぱりちょっとね、遅いですからね、まあ、3年、まあ、2年前とか、まあ、それぐらいから始めていくといいのかなというふうに思います。営業、B2B ビジネスでいう営業というところも考えると、結構ね、こう、長いスパンで、 あのー、リレーションシップ作りを、ね、していくというのもいいのかなというふうに思います。ということでね、本日はあビジネススクールの選び方ということで、えー、お届けをしました、えー。今回が第5回目ですねで。次回最終回ということで、MBA のカウンセラー選びというテーマでお届けをしたいと思います。ということで、本日は以上です。ありがとうございました。